安定しなかったのですごく不安だったのと、思ったような結果が出なかった。収入面が大きく変わって107万、生まれて初めての感じです。はい、皆さんこんにちは。今回は受講生の今森さんが入学1ヶ月半で売上107万円を達成できた SNS かけるズーム戦略というテーマについてね、いろいろお伺いしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。では今のご活動内容、業種教えていただけますでしょうか。個性才能を知り運気を上げる専門家として活動させていただいております。今ね、情報発信とかでも一人一人の才能を発掘していったりとか、自分自身の運気、本当にもう理想のね人生歩んでいくお手伝いというところをね、今森さんも活動としてされてると思うんですが、そもそもうちの学科に入学しようと思った一番の決め手っていうのは何だったんでしょうか。大きく3つあるんですけども、北野さんのインスタライブを見せていただいて、私もできそうかなと思った再現性っていうところがあったのと、あとは人柄っていうのと、あとはインスタだけじゃなくて、いろんな SNS を使いながらマーケティングとかも詳しくして、この方についていくと企業っていうのがちゃんと分かっていくのかなっていうことで参加させていただこうと思います。ありがとうございます。確かに SNS のスクールってここ1年でものすごい増えたと思うんですけど、その中でもうちを選んでいただいた理由はこの3つっていう感じです。入学前と後での変化ってところもね、具体的に聞いていきたいんですけど、入学前って集客面とか売上面とか心理面的にどんな感じだったんでしょうか。入学前は一番頑張っても30万ちょっと超えるかなぐらいだったんですよね。安定しなかったのですごく不安だったのと、修士さんのところに入る前に企業塾は行ったんですけども、はい、思ったような結果が出なかったんですけども、北野さんとか入ると違うんだろうなっていうのが分かりました。入学いただいた後の変化っていうところもね、聞いていきたいと思うんですけど、今入学してからちょうど1ヶ月半経ったタイミングでこの動画を撮らせていただいてるんですが、こんな感じでしょうか。めっちゃ楽しい。具体的に教えてくださるっていうのが、マインド私好きなんでいっぱい勉強してきたんですけど、ノウハウが自分には足りないって分かってたんですが、ビジネスの B から教えていただく感じで、質問したことのどうやったらこういう風にやっていけるよっていうのが本当に具体的に教えていただけるのと、私テンプレートっていうタイトルがすごく苦手意識があったんですけども、才能ないよみたいなこと言われることあるんですが、でもそれは才能じゃなくて作っていけるんだよっていうのを北野さんが言ってくださったのがすごい私には励みになりまして、タイトルもテンプレートもいっぱいあるんですけど、それプラスこういう組み合わせがいいよとか、自分でちゃんと考えながら作っていけるっていう力をつけていただけたなと思ってるのと、変化というのはリーチ数が前は頑張っても300で1000コースかどうかわからないかぐらいだったんですけど、今はリーチっていうのを上げると1000から2000は超えるようになってきて、インスタ初めて1年半ぐらいかと思うんですけど、初めて1万5000を超えたりとか、リーチ上がったり保存数も上がったりしていっぱいやるんですよ。チキラインのリストもずっと増えなかったんですけど、ものすごくスローではあると思うんですけども、受講生の中では、でもちょっとずつちょっとずつ増えていっている感じで、リストも動き出したりとかして、収入面が大きく変わって107万です。107万円ですね。すごいですよね。入学されてが1ヶ月半ぐらいしか経っていないんですけど、この期間でも107万以上売上を上げてらっしゃるということで、これだけの収入って過去にも上げられたこととかってあったんですか。なかった。初めてなんですよ。過去最高でってことですよね。ちなみにその過去最高売上を達成された時の気持ちってどんな感じでしたか。いいんだ、いけたみたいな感じで自分でびっくりしたんですけど、毎月テーマを決めてるんですよ。手帳に書いてて、売上の金額も書いてたんですけど、50万って1月書いてたんですけど、一気に超えたっていうので、でも今までは分割でお支払いくださってたのが一括ってなって、それも私が言うんじゃなくてお客様から一括でって言ってくださったりとかするので、生まれて初めての感じです。それめちゃめちゃ嬉しいですよね。 SNS マーケでどうしてここまでね急激に成果を上げられたのかって秘訣もね、この後聞いていきたいと思うんですけども、インスタラインセールスということで、まずはインスタからね見ていきたいと思うんですけども、今画面に今森さんのねインスタを共有させていただいてるんですけども、フォロワー数で言うと今2036フォロワーということで、このキャッチコピーとかコンセプトもね、初回コンサルの時に一緒に考えさせていただいたと思うんですけど、このインスタグラム運用していく中で今森さんが意識しているポイントとかね、もしあれば教えていただけますでしょうか。北野さんに教えていただいたことを一つ一つすぐにやるようにしてて、毎日フィード投稿っていうんですか、一報を Facebook でさせていただいてる中で、教えていただいたやつはすぐ上げるっていうのを意識してます。キャプションのとこも詳しくやったりとか、動画の投稿で喋る時もいろんな方に分かるように、専門の言葉はあまり使わないようにっていうのを意識して
してます。まあ、そもそも継続っていうところはすごい大事で、全体にやっぱり2割ぐらいしか継続できなかったりするって言われますけど、そこはちゃんと日報を提出しながらですね改善をされていく、そして分かりやすいタイトルでね、特に入学された当初とデザインってだいぶね大きくガラッと変えられたと思うんですけど、今入学前の投稿もこちらに出ているんですけど、この時も結構ねこれはこれで割と見やすかったりはしたんですけど、ここだとやっぱりデザインが漏れちゃうということがあるので、そこからこういう黄色い枠縁に中白抜きで、あえて縦書きの方がね結構発見タブの時目立ちますよっていうところでしっかりと実践をしていただいて今に至ると。インスタグラムで言うとライブだったりとかリールとかっていうのもされたりしてますか？してますね。ストーリーズは毎日上げてたんですけども、はい、私の場合は小刻みにパン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 って上げすぎてて、ストーリーズを見てくださる方っていうのはフォロワーに対して少なかったんですけど、3個にしてくださいってもう一番初めのコンサルで教えていただいて、頑張って3個その興味付けをプラスすると5個になっちゃう時があるんですけど、5個までには収めるようにしたりとかして、タイトルの表紙の部分も文字が見やすいように教えていただいたのを、一番キーワードは大きめにしたりとか、長さになりそうで細かい部分は小っちゃくしたりとか、ライブは週に1回月曜日にするようにしてて、63万円につながったっていうのはインスタライブなんですけど、毎回アーカイブには残してたんですけど、ちょっとリアルすぎる話を運気とか人間関係のことを扱ってるので、私の体験談を載せようと思うとアーカイブに載せたくなくて、リアルな話をします、アーカイブには残さないですっていうのを公式 LINE に流して、ストーリーズに流して、そこでやったやつが公式 LINE の方に届いたみたいで、こういう感じでライブっていうのは毎週してます。素晴らしいですよね。アーカイブ残す残さないはね人によって違うと思うんですけど、僕も結構残さない派で、残さない方が同時接続見てくれたりしますので、ライブを見てもらうことで今堀さんの実体験のフィード投稿とかストーリーでは直接聞けなかった話が聞けたりとかして、それですごいファンになっていただけたりっていうところもねすごいあると思うので、本当が見てくださってる方もぜひね、ライブは本当に売り上げ上がるのでね、やってほしいなと思うんですけども、リールに関しても直近でも1900再生とか2900再生っていうのが回ってると思うんですけど、こちらはトーク系のリールっていうのを多めに普段上げてらっしゃるという感じですかね？はい、頑張ってます頑張ってますね。ちなみにこのテロップとかはご自身でやられてますか？自分でやってます。すごいですね。リールってトーク系の場合も今もうフルテロップがもう必須なので、キャップカットとかね、ブローとかでアプリでテロップ入れることができるんですけど、見やすいねタイトルでテロップっていうのをしっかりと編集して作り込んでいただくっていうところがねすごい重要かなと思いますね。インスタ以外でも LINE 公式だったりとかセミナーセールス、ズームセールスに関しても聞いていきたいんですけど、インスタから LINE にリスト集めていった時に LINE ではどういう風な配信を意識されてますか？まずローチン動画っていうのを前まではしてなかったんですけど、教えていただいてから作ったやつをスタンプをしていただくとすぐにそれが流れるようになって、そこから見ましたよって入れてくださったら次のプレゼントに続くようにっていうのをやってみたりとか、あとは週に3回ぐらいは覚えていただきたくて、前は文章だけ送ってたんですけど、写真を入れるようにしてみたりとか、本当に商品を売るとかじゃなく、こういう風なことをするといいですよっていうことをブログでお伝えしたりとかしてます。結構今の情報量でものすごいノウハウが詰まってたんですけど、うちの学科生皆さんローンチ動画をね作っていただいてるっていうのがありまして、あれやると反応率どうですか？結構上がりましたか？上がりました。なんか来ます、なんか来ますよね反応がね、アクション感想だったりスタンプだったり、はい、LINE 登録した直後って一番ホットな状態なので、その時にまず1本目の教育動画をしっかり見てもらえるっていうのがね、その後の制約率を大きく左右するポイントになってくるので、ここをまずしっかり台本通り作り込んでいただいたっていうところと、日頃の配信での開封率の最大化とか、写真とセットでメッセージを送るとか、あとブログとかね、いろいろな媒体で教育をいろんな方向性からお客様と信頼関係を構築していってると。 LINE から基本的には Zoom 個別相談に集めていくっていう感じでしょうか？ね、Zoom 個別相談に来ていただくっていう、まあ、Zoom セールスでうまくいったポイントとかがあればご共有いただいてもよろしいでしょうか？はい、興味ありますっておっしゃっていただいた方は、無料説明会っていうところで商品のカリグラムをお伝えさせていただくんですけど、前はそこで金額とかあまり変化とかなく、特典とかもポートで言ってたんですけど、全て可視化させていただいたりとか、生徒様の喋る時間を増やしたりとか、ヒーロージャーニーズを書いたやつを参加していただく前に送って読んでいただいたりとかして、そうすると来ていただく段階でも受けるってなってたので、受けますって言ってから始められるので、すごく楽しくスタートすることができました。セミナーとか勉強会の前にヒーロージャーニーといって自分の過去の生い立ちであったりとか自己紹介をまとめたブログをね読んでいただくと、それですごいファンになった状態で来てくださるので、よく営業は販売する前段階で8割決まってるっていう言葉がありますけど、そこがしっかりと構築されたことで、ゴリゴリのセールスとか正直なくても来た時にはもう買っていただけたっていう感じですよね。セールスのいわゆるプレゼン資料の作り込みっていうのも結構重要だったりするんですけど、このあたりとかもどうでしょうか？結構ちゃんと作りました。あと写真を増やしたっていうのがあるかなと思います。画像を増やしたところと特典をしっかり可視化して一覧でね見えるようにバッとしてあげるっていうことですよね。
ね。今回ね、短い動画の中でもインスタラインセールスに関してノウハウやポイントね詰まってたと思うんですけども、その学科に入学して良かったこと改めてねあれば教えていただけますでしょうか。まず一番初めに北野さんから直接コンサルを受けさせていただいて、プロフィールっていうのがすごく不安だったんですよ。やりたいこととかフェルセマ設定っていうのがコロナ禍の後変わってきたりしたので不安だったんですけど、これがいいっていうのを出してくださったので、もう何の不安もなくそれを出せるようになったっていうのがめちゃくちゃ大きいスタートでしたし、コンテンツがめちゃくちゃ多いので不安になるとそれを見させていただいて何回も聞いて、あ、これこうしたらいいんだっていうと、コンテンツの量の多さと、あとサポートが有言実行っていうか本当にやってくださる細かくっていうのがあって、質問したことに対して1聞いたら10ぐらいの量で詳しく教えてくださって、もう私みたいなアナログでも分かるように詳しく教えてくださるので、ちゃんと行動に移していきやすくなるっていうことと、あとはマーケティングっていうのをなんとなくしか知らなかったんです。それこそ本を読んでよくやってたんですけど、このマーケティングも詳しく私でも分かるように教えてくださったりとか、ということでまとめると、すごく具体的に細かくサポートと伝えたりとかしてくださって、ちゃんと講座の内容もそうだし、私の中で毎回感動するんですけど、講義の時に北野さんの生徒に対する対応の仕方とかがすごいな、対応ってこういうことだなと思うんですけど、どんな質問にも必ずちゃんと答えてくださったりしてて、今の SNS 業界の赤版の時もそうですけども、リアルな今の状態をすぐに生徒に教えてくれて、それも具体的に教えてくれるので、北野さんについていったら大丈夫なんだろうなと不安がなくなりました。ありがとうございます。そう言っていただけたらありがとうございます。概要欄からですね、今堀さんの LINE 公式アカウントとインスタのリンクも貼ってあるんですけど、こちらから LINE 登録いただくと今堀さんからね今だけ特別プレゼントがねいただけるということですので、ちなみにこちらのプレゼント内容簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。リッチマインドで2500人以上の運気を爆上げっていう超開運体質の3ステップの動画講義と、あとコミュ力アップの動画と音声っていうのを11個、この音声っていうのは2500人以上の生徒さんを見てきた中の傾向で一番悩みが多かったところの解決法っていうのを音声で送らせていただいて、30分の無料個別相談っていうことで、人によるんですけども、時期によるんですけども、その方の月に合わせた対応の仕方、どういう風に乗り越えたらいいかっていうのをお伝えしております。今堀さんこそすごい具体的で、しかも11個も特典がねついてるっていう、もうこれ結構もらうだけでもめっちゃお得だと思うんでぜひ皆さんこちら登録してみていただけたらと思いますし、マーケティング的な目線でもね、今堀さんがこういう感じで配信してるんだっていうのもね勉強になると思いますので、それも踏まえてねチェックしてみていただけたらと思います。ということで今堀さん本日はねお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデイズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデイズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会をご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。